こんにちは。マハパンチャジャパン一期生のガオミです。どうも。今日は、フィンガーさんとのコラボレーションで、みんなでリバーシをね、やっていこうと思います。君たちがコマです。負けたらボイスって、ま、うるせえ。やらねえよ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。あ、待って、恥取られる、恥取られる、え、え、恥、恥取られ、消さないで。いや、負けないよ、負けないよ。強いよ、私は、めちゃくちゃ。やめて、やめて、やめて、恥取らない。あ、強いなぁ。どう、悔しい、うるせえ、マジで。三輪テトですね。じゃあちょっと三輪テトがここに表示されてるのはな、腹立つので、じゃあ三輪テト消しときますね。ああ、三輪テトが復活した！三輪テトを消したい。三輪テト、いや、消せない。だって、おいさん弱いって考え、腹立つ！強いから、めちゃくちゃ。あ、三輪テト消せるじゃん。手加減してやってるだけだから。いや、手加減、手加減よ。いや、なんかさ、ほら、リスナー一発で負けたら、ほら、悲しいかなって思って、手加減して、手加減。あ、待って待って待って、あははは、待って、ちょっと頭悪かったかもしれん、私。おつおみじゃね、終わってねえ、まだ。勝負はまだこれからなんだよ。え、私、割と本気でやってんだけど。めちゃくちゃ本気でプレイしてる。わあわ、わあ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 、こうなったらとりあえずリスナーを極力消すしかない。自分が強いとか言っときながら、私のコマほら6個も残ってるじゃないですか、皆さん。え、6個も消せなかったんですか、皆さん。え？え、皆さんほら、なんか自分強いんですけど、とか言ってる割に全消しできてないじゃないですか。どうしたんですか、皆さん。